ようやく部屋も片付いたな。ここは部屋も十分あるし、家族が増えても大丈夫よ。その分頑張って働かないとだけどな。そんなに気負わないで、みんなで力を合わせて頑張りましょう。ザビーダ兄ちゃんも手伝ってくれるよ。そうだぜ、困った時は助け合う、それがザビーダの流儀ってもんだぜ。生意気言いやがって。よし、ザビーダの流儀で頑張るぞ。ああ、ザビーダ兄ちゃん早く遊びに来ないかな。ザビーダ、ねえ、話を聞いてみようよ。そうですね、私に任せてください。情報通り傷を負ってるみたいだね。本当にあの方法で呪いを解くのですか？呪いにかかっているのは俺じゃない。いいのね？やるぞ。やらせねえって言ったろ。力ずくで止める。止めてどうする？てめえが伸びてる間にあいつを救う方法を見つける。お前がそうしたいなら好きにしろ。だが俺はやめる気はない。なんてなんだ、理由もなく誰かを殺したがるような外道じゃねえだろ。アイフリードの親友はよ、殺すことが救いになるやつがいる。殺されて救われるやつがどこにいる。生きてなんぼじゃねえのかよこの世界は。何があろうと生きることは諦めねえ、それが俺の流儀だ。分かった。だよな。え、どうしてそうなるのですか？救いたいという目的は二人とも同じなのに。流儀と流儀がぶつかったらやるしかないのさ。ああ。さすがにこいつはまずい。させるかよ。大丈夫、サビーだ。死なない程度にはな。助けてくれてありがとう。礼を言うのはこっちさ。お前が怪我しなくてよかった。僕が？子供を傷つけたとなりゃ一番悲しむのはあいつだからな。テオドラさん。子供ってのは親や家族を亡くして絶望に心を亡くしちまっても手を握ると握り返してくるんだよ。不安と恐怖で冷え切った冷たい手がだんだんあったかくなってくる。心のかけらが命を燃やして熱を出す。それは生きたいという意志なんだ。だから見捨てない、諦めない。あいつはそう言った。誰よりも生きることを大切にするやつだったんだ。だからザビーダはいつまでドラゴンの尻拭いを続けるつもりだ。テオドラだ。ドラゴン化した精霊は元には戻らん。だから殺してもいいってか。てめえは口では偉そうにほざきながら死神の呪いを解きたいだけじゃねえのか。呪いにかかっているのは俺じゃない。他に死神がいるってのかよ。質問に質問で返すんじゃねえ。黙れ。よくわかったぜ、てめえが口先だけのビビり野郎だってな。
今度てめえがあいつに手を出そうとしやがったら、その時は俺も腹くくるぜ。何をくくろうが勝手だが、よく考えてみろ。あの女がお前に伝えた生きるってことの本当の意味をな。ザビーダと白角のドラゴンです。懐かしいな。初めてお前に声かけた時もこんな風にぶん殴られたっけか。いって加減を知らねえ子供みてえだな。黙って見てろ。でも俺が死ぬのを待ってこいつの心臓を食うつもりか。だがそいつは無理だぜ。俺は死なねえし、こいつもやらせねえ。俺がどうするかは俺が決める。ダメだって言っても僕が決める。うわあ、ザビーダ。子供をためらいなく襲い、命がけで守ろうとする男を襲う。あの白角のドラゴンは誰だ。何があろうと生きることを諦めないのがお前の流儀だと言ったな。なら今のお前は生きているのか。俺にはお前が生きているように見えない。なんだと。そうか、呪われてるのはアイゼンじゃないんだ。アイゼンが殺すことで救おうとしてるのは。俺は呪いを解く。下がっていろ。よせ！そいつを殺しやがったら俺はてめえを許さねえ。だろうな。またあの炎か。あれだけの汚れを焼き尽くすとはの。でもドラゴンはお願い元に戻って。この炎で僕がザビーダ。もういい。でも
ず死神の呪いを解かなかった。俺にあいつの心臓を食わせたかったのか。質問に質問で返すんじゃねえよ。死神は俺にかかった呪い、ドラゴンは全ての精霊がかけられた呪いだ。さっきの汚れ、あれはそういうことなんだな。ああ、もう始まっている。俺がそうなる日も遠くない。海賊と離れりゃちったマシになるんじゃねえのかよ。俺はアイフリード海賊団副長アイゼンだ。呪いに自分の舵を奪われるくらいならドラゴンになった方がマシだ。ただ大切に思うものが、ドラゴンになった自分に囚われてしまうことだけは怖い。大事なものにすら気づけなくなったテオドラを救ってくれたんだな、殺すことで。何よりも人を傷つけることを嫌い、誰よりも人を愛する優しい女だったんだ。そうか。殺すことが救いになるやつもいる。あんたにも守りたい相手がいるんだな。妹だ。いい女か。早咲きの花のように賢いしっかり者でな。よく俺を子供扱いしやがる。本当は泣き虫だが、心は強い子だ。そうか、仲良くしたいもんだ。俺の嫁候補にしてやるよ。てめえ心配すんな、全部あんたを殺した後のことだ。ザビーだ。お前テオドラの敵討ちだ。アイゼン、あんたは俺が殺してやるよ。あんたがあんたで亡くなった時は必ずな。いいのか。ああ、フィルクーザデア、約束のザビーダの名にかけてな。ウフェミュウエクスブ、俺のマナだ。覚えておく。他に何か方法はないの？ドラゴンにならずに生きる方法や殺さない方法。殺すか殺さないかは問題じゃない。大切なのは自分の舵を自分で取るということだ。それが生きるってことだからな。悲しくて難しいね。けど分かった、僕も二人みたいに生きるよ。じゃあまた会おうぜ。どこに行くの？風に聞いてくれ。あ、皆さん、その説はどうも。あの後ザビーダには会えましたか？ええ、つい先日久しぶりに顔を出してくれて、家内も子供たちも大喜びでした。テオドラさんのことは？テオドラさんは一緒じゃなかったんですが、やっと問題が解決したそうで。二人で旅に出ることになったって言ってました。でも寂しくなんかないやい。どんなに遠くにいても気持ちはいつも一緒、いつまでも忘れたりしないって言ってたもんね。私たちには強い絆があるだろうって。それがザビーダの流儀ですね。ちげえよ、これがオイラたち家族の流儀なんだ。素敵な流儀ですね。ああ、オイラもそう思うぜ。ザビーダはここに家族がいるから、帰る場所があるから安心して旅ができるんだって。びっくりするような大金を置いて、多すぎるって言ったら
家族はどれだけ大きくなったっていいんだぜって笑ってました。どこかでザビーダに会った時は伝えてください。あなたの帰る場所はここにあると。はい、必ず伝えます。またな。本部からお達しがあったぞ。輸送部隊の警護体制を強化せよとのことだ。今でも十分すぎるくらいに警備しているだろう。それがつい数日前に現金輸送車が襲われて一切合切奪われたとのことだ。死者は出ていないようだが、手際が良すぎて本部ではプロの強盗の仕業だと見ているらしい。ゴーマだけでも人手が足りないというのに、強盗まで相手にしないといけないとは。見事に復活してるわね。のんきに言っとる場合か。カノヌシの攻撃にすら耐えたということじゃぞ。カノヌシ戦のウォームアップにはちょうどいいさ。前より強くなってる感じがしますが、気のせいでしょうか。気のせいじゃないぞ。どうやらこいつはカリスの汚れを吸収しているようだ。強敵ね。フィー、今なら引けるわよ。ごめん、前は君を利用して逃げちゃった。今度は逃げないから。フィー、一つだけ思い出したんだ。僕がテレサ様に怒られて罰を受けた時、あの子はこうしてそばにいてくれたんだ。何も言わなかったけど、ずっとそばに。そう、ごめんね。それからベルベット、あの時ヘラビーサで僕を連れて逃げてくれてありがとう。あれはほとんど誘拐だし。だとしてもお礼を言いたいんだ。いらないわよ。あんたが今のあんたなのはあんた自身のせいなんだから。この感じ、カリスはまだ稼働？一つ型がついたな。さーて、それはどうかの。どういう意味だ？カリスはメルキオルが発掘再生した太古の遺産。ジジイなき今、制御できるものはアルトリウスくらいか。いや、未来がどうなるかは誰にもわからんということじゃよ。あれかな、異大陸の宝箱。さて、アイゼン、どうやって開けるんじゃ。俺が切って開けてやるのに。あなたは中身ごと切ってしまうでしょ。合言葉がある。異大陸で富を意味する言葉、バンエルティア。開いた。私は負けられないのよ、シグレ以外には。こいつ女。安心してくれ、兄貴は俺が切ったよ。見事よ、ロクロ。今、ロクロって。ああ、こいつの正体は先代のシグレ、俺の母親だ。そうか、先代シグレは女だったのか。母親と知って切ったのですか。なぜ。そういう家系なんだよ。母さんもじいさんを切って、兄貴も母さんを切って、しぐれの名を継いだ。
切られて死んだはずの者がなぜゴーマに。いや、やつは精霊だった。半ばドラゴン化しかかっていたようだがな。では精霊に転生したということか。しかも人間の記憶を残して。そんな都合のいいことがあるのかの。よほど強い思いを抱えていたか。それとも何でもいいさ。こいつの立ち筋は確かに乱月流。母さんの剣だった。タバサはこのことを知っていたのかな。だとしたらまんまと利用されたわね。一言言わないと気が済まないわ。どうやら因縁の相手を倒せたようね。ああ、やっぱり竜の剣士の正体を知ってたのね。俺たちを石返しに利用したのか。いいえ、二十数年前のあの剣は完全に私たちの負けよ。先代しぐれはね、私たちの奇襲を生まれたばかりの赤ん坊を抱いたまま切り抜けたんですもの。その赤ん坊って六郎？蘭月の剣士は血も涙もない。そう思っていたから驚いて、なぜと聞いてしまったの。あの人は返り血に染まった顔で、でもとても優しく微笑みながら言ったわ。この子はいつか自分を切って最強の剣士になるかもしれない大切な子だから、守り通すと。そうか、もう名は継がないが、先代の願いは受け取った。いろいろ世話になったな。こちらこそ。長年の気がかりが一つ消えたわ。これでよかったのですか、本当に。先代、母さんは厳しい人でな。俺はずっと叱られてばかりだった。だが今度のことで初めて褒められた。嬉しかったよ、俺は。六郎。それからしぐれが打ち取れなかった理由も分かった。切れなかったんじゃない、切らなかったんだ。親を切る、あの手応えだけは一度味わえば十分だからな。タイマシでもゴーマでも。ああ、多分だけどな。もしもし、トータ。何この歌。カメニントータス、トータス、トータス。カメニ一族に伝わる古い歌っす。亀のダークな呪いを込めた歌っすが、本当に子憎らしい奴らが来たっすね。あ、意味わかんないんだけど。すぐにわかるっすよ。いいダークさっすよね。あ、あんたホワイト亀に？なんかやさぐれたな。あんたらのおかげっす。そうなの？だからお前もにしめるっす。にしめる？なぜそのような。ライフセットだけじゃないっす。あんたもにしめるっす。六郎もアイゼンもマギルーもにしめるっす。亀だけに首が回らなくなったんすよ、あんたらにねぎられまくったせいで。そして借金の方にすっぽん屋に売り飛ばされたっす。丁寧な仕事で下ごしらえされ、大人のごちそうとして仕上げられかかったっす。もう一度言うわよ、意味わかんない。取り戻したいっす、ホワイトだった清らかな心。だがしっかり醤油味が染み込んでしまったオイラは、いや、俺はもう
ダークカメニン、お前らのせいでそれができないんす。これは秘伝の醤油ダレに使って手に入れた黒さっつ。体が甘辛い。ここまでね。待った、ベルベット、しょっ辛いものを一気食いすると血圧が上がるぞよ。見るからに体に悪そうな色ですしね。うどんで言えばイーストガンド風だな。言われなくても食べないわよ。イーストガンド育ちだから濃い味付けには慣れてるけど。貴様らに何がわかるっすか。しっかり味が染みていながら塩分は控えめっす。しかもコラーゲンたっぷりで美容にもおすすめっすよ。自慢してどうするのよ。俺だって言いたくないっす。けどこんなににしめられてはもう立派なお鍋の具として生きていくしかないじゃないっすか。泣かすなよベルベット。私のせい？そんなことないにゃ。ダークカメニンさん、どうかやけにならないでほしいのにゃ。諦めなければきっと希望という名の明日が来るのにゃから。同情されると余計からか、いや辛くなるっす。そんな時は猫人の里名物にゃばくらにゃ。にゃばくら、私たちと飲んで騒いで汚れちまった心を洗濯できる極楽無双のお店にゃ。できるんすか、ダークに染まっちまった俺が洗濯なんて。できるかできないじゃないにゃ。やるかやらないかにゃ。にゃばくらはそんなやる気に満ちた2000歳以上の大人の社交場なのにゃ。じゃあダメっす、俺はまだ999歳の若造っすから。そこは亀だけどサバを読めばいいのにゃ。細かいことを気にしないのがニャバクラを、いや人生を豊かにするコツなのにゃ。そのコツを知る大人は心的には9999歳くらいと言い切っていいはずにゃ。なんだか昔のように前向きに生きる勇気が湧いてきたっす。ちょっとだけ行ってみるっす。心を選択するっす。はいにゃー、ダークカメニン様を一名ご案内。ボトルもフルーツもガンガン入れちゃおうにゃー。にゃばくらって何？何？エレノア。私に聞かれても。妙に楽しそうだ。俺たちも行ってみるか。やめておけ。底なしという話だぞ。はあ、結局全然意味わからなかった。というか意味なんてなさそうだけど。いやいや、何事にも因果はあるぞよ。あやつの選択がどういう結果をもたらすかまではわからんがのう。